ミトコーモン、ミトコーモン、ミトコーモンは TBS テレビとその系列局で月曜20時から20時54分 JST のテレビドラマ放送枠パナソニックドラマシアター2008年9月までナショナル劇場に良い放送されていた日本の時代劇である1969年8月4日にナショナル劇場枠で放送を開始し 2003年12月15日で放送1回を迎えた。世界でも類を見ない長編 TV 番組である。再放送も TBS 系列各局一部地域を除くや BSTBS、CS 放送、TBS チャンネルで行われている。なお、1978年にテレビと同じキャスト、スタッフによる映画、水戸黄門が制作された。 1969年の放送開始から2000年の第28部までは放送期間が必ずしも一定していなかったが2001年の第29部からは原則として半年間現代劇ドラマ3ヶ月と交互に放送されていた。音声形式は第25部まではモノラル放送だったが第26部からはステレオ放送で放送されている。 第39部では、地上デジタルテレビジョン放送において、第1話に、限り 5.1CH サラウンド放送を実施されたものの、第2話目以降は、通常の2チャンネルによる、ステレオ放送に戻っている、第40部でも同様。2008年10月より、スポンサーの松下電気産業がパナソニックへ社名を変更したことに伴い、放送枠の名称も、 パナソニックドラマシアターへ変更された。なお、TBS では、ブラザー劇場枠において1964年11月から1965年12月まで、戦後に、東映が制作したミトコーモン万有期の映画シリーズで主演していた、月形龍之介が映画と同様に、三つ国役で主演する、本作同盟の時代劇、ミトコーモンが放送されていたが、本作とは、 設定や制作スタッフも異なり直接の関連性は存在しない。月型は後に1969年12月8日、放送の本作第1部19は、どっこい生きてた港川ですと出演している。2011年12月19日、最終回スペシャル放送分で42年間続いたゴールデンタイムの水戸コ門が幕を閉じた。 全百二十七回の平均視聴率二二二十点パーセント、最高視聴率は九百七十九年二月五日に記録した四十三点七パーセントで、積み木崩し最終回の四十五点三パーセントに、ついで民放ドラマ史上二番目の高さだった。二千十一年四月期より、NHK の土曜時代劇が終了したことにより、地上波でのレギュラー放送における、 時代劇ドラマは、ミトコーモンと、大河ドラマだけとなった。ミトコーモン終了後の地上波での時代劇は、NHK 大河ドラマと2012年1月クール開始の、逃亡者売りに、テレビ、東京のみとなり、2012年4月期より、地上波での民放レギュラー放送の時代劇は、消滅、現時点では、NHK 大河ドラマのみが、レギュラー放送の時代劇となっている。 2012年、ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞より、本シリーズの42年の歴史に対し、ザ・テレビジョン特別賞が贈られた。2015年2月、TBS テレビは、水戸高門を同年夏、2時間スペシャルドラマとして3年半ぶりに復活させることを発表。翌2015年5月、月曜ゴールデン特別企画として、 水戸黄門スペシャル同年6月29日21時から放送することを正式に発表した。黄門様、すけさん各さんは、テレビシリーズ第41部と同じ里見光太郎、原田隆二、郷田正史が演じるほか、八兵衛、林家三平、風車の屋七、内藤剛、し、次の飛び猿、野村正樹も登場する。2017年3月、 TBSHD グループ局の BESTBS が、水戸黄門の新作を、レギュラー放送する予定と発表した。制作会社とスタッフなどは、TBS 版と同じ、黄門役には、武田鉄也が決定している。以下は本作における基本的なストーリーの流れである。水戸光ツに、水戸黄門が、家臣の佐々木助三郎、助さん、厚見角野心、角さんらと共に、 諸国万有の旅先で夜直しをする。三国の道中での名は、石坂工事シリーズを除くと、越後のチリメントン屋の陰居孔絵門であるが、越後国内では単に、チリメントン屋、越後と同様に、チリメンの産地として知られる、単語のチリメントン屋、慶、または、江戸の和菓子屋と称したこともある。身分は、旅の町人であるが、友を、複数ずれ、 服装も立派で人品皮腫からの雰囲気を醸し出しているので、旅の先々では、それなりに敬意を持って扱われ、単なる不老人といった扱いを受けることはない。スケさん、カクさんは、相手が真剣で立ち向かってきても素手で対応できる、超人的な武道の達人という設定である。ジには三つ国も杖で真剣と渡り合うこともある。多くの場合、 三つ国一行が旅の途中で事件の被害者と出会うところから始まる。被害者との出会い方にはいくつかのパターンがあり、一家にその代表例を挙げる。三つ国一行が状況を察し、出会った被害者や近親者に事情を尋ねている最中に悪徳商人や被害者の上司などの有力者が手下や護衛を率いて自ら被害者の元に現れ、被害者に最後通帳を突きつける。 暴力に訴えてきた場合は、つけさんと、かくさんが食い止める。有力者が引き上げた後、事態に急した被害者や、近親者は三つ国に詳しい事情を明かし、三つ国が問題の解決を約束する。番組後期には、この時被害者が、そういや、ご隠居様は一体どのようなお方でいや、ご隠居さんは、ただの旅のものではないでしょうなど、場合によって、頑固な人物や、 風来棒などは、俺たちを助けているじいさんは一体いや、じいさん、ただの町人などは思えないが、ま、などと尋ね、三つ国が、ご覧の通り、おせっかい焼きのただの旅の隠居ですよ。だが、ただのおせっかい焼きの田舎じじいですよ。それは、後でわかることですなどと返すのが定番化した。被害者から聞き出した事情に、三つ国一行は、不審な点を見出し、 事件の裏に隠された真相の調査に乗り出す。多くの場合、有力者が犯の交換と結託しており、三つ国の手下である密定が悪事の決定的な証言や証拠を探り出す。証言や証拠が集まり事件の真相が判明したところで、有力者が強行手段に出る記述が設定されている場合は、その記述となる。関係者が一堂に会し、被害者にとって、 最悪の状況に追い込まれたとき、静止する三国の声が割って入り、三国一行が現れる。最初から、三国一行が許しを得て同席している場合もある。三国が関係者一同の前で、すべての真相を暴露すると、三国の正体を知らない。悪人一味は、己、黙って聞いておれば、田舎じじいの分際で、構わん、一人残らず切り捨てイ、飯取れなどと言って、 三つ国一行に襲いかかる。対する三つ国は、仕方がありませんなスケさん、カクさん、懲らしめてやりなさいと成敗を命じ、三つ国一行大役に一味の大立ち回りとなる。一味があらかた打ちのめされた頃合いに、三つ国が、スケさん、カクさん、もう良いでしょう、もうよかろう四代目、石坂以降というと、スケさん、または、カクさんが、まれ、沈まれ。 この門どころが目に入らぬかと、青の御門の陰籠を明示して、こちらにお休み方をどなたと心得る。恐れ多くも、前副将軍、先の副将軍、または前見途中納言、先の途中納言、三戸津国公にあらせられるぞ。ここで、悪人一味らが驚愕する顔を映す一同、五郎公の御前である、と、背が高い、控えおろうと一括する。なお、 一同というセリフが入るようになったのは、すけさんが、青い照彦になってからであり、里見は、一同と言ったことはなく、そのまま、ご老公の御前であるというのが定番であった。悪人一味と被害者、場合によっては、他の一般人も含むは、土下座して平服する。そこで三国は、その方たちの悪事の数々、この三国しかと見届けたぞ。礼、罪もない。 被害者の名前もしくは被害者の家族や関係者を、落とし入れ、被害者の店の名前を取り潰そうとするとは誠に、断じて許しがたい。例、神と偽り、何も罪もない娘たち、子供たちをかどわかして、売り裁こうとするとは、言語道断、不届き千番。例、偽の証文、イカ様ばくちの証文をでっち上げ、例例例、被害者の若い娘、もしくは、 男性被害者の姉、妹、または婚約者の名前を我が物にしようとするとは恥を知れ、とうと一括で裁きを仰せ渡し、悪人一味が恐れ入り立てつりましたや、申し訳ございません、申し訳ございませぬなどと関連する。三国の裁きの代表例を以下に挙げる。素直に悪事を認めない悪人も少なからず存在した。作中で主なパターンを以下に挙げる。 しかし、悪事を認めない悪人の場合も、最終的には三つ国にすべて論破され関連するパターンがほとんどである。それでも関連しない場合は、上記にあるように三つ国を直接殺害しようとすることが多い。作中での主なパターンを一家に挙げる。最後に、被害者である、十義の若侍、高校の百姓、町娘に対しては、お褒めの言葉がかけられ。 加盟最高や叶わなかった結婚、範囲による難病の治療といった願いが叶えられたり、職人だった場合はその人の作った品が、範囲用たしもしくは幕府への献上品として認められる。この際、被害者が、武士、商人の場合は、水とのご老公様と存じず大変なご無礼の数々、誠に失礼いたしましたなどといったように、三つくに相手に礼節を書いた対応を、 被害者が謝罪する場合もある。また被害者自身に酒に溺れ仕事をしない、博打好きなどの悪癖がある場合は、これを機会に改心する。なお、三国が正体を表しても、一部の子供は、じいちゃん、おじいちゃんと呼ばれるままだが、場合によって、被害者、父親、母親、祖父、祖母、に、姉親代わり人物に、こら、ご老公様だろ、ご老公様でしょや、 被害者の息子、娘、孫息子、孫娘、定枚、親代わりの人物の育ての子供の名前、おじいちゃんではないだろう、おじいちゃんではないでしょ、などと注意した後、三国自身が、いやいや、おじいちゃんで結構じゃよ、などと返されることがある。最終場面では恩を受けた者、一家、集団が並んで見送りに出、そこで、それでは、すけさん、 たくさん参りましょうかという三国の声がかかり、一行が旅立つ場面で物語は終結する。なお、杉良太郎が出演していた第一部と、第二部では三国一行だけで敵陣に乗り込む場合もしばしばあり、被害者側の町人は三国の正体を知らされないまま終了することもあった。このような筋書きの黄金パターンが確立されているのは、炎山の金さんや、 暴れん坊将軍といった人気時代劇シリーズに共通するものであるが、シリーズ第一話などで陰籠の登場しない回もは、また中には、旗子での殺人事件を解決する話や、敵が盗賊の一段しか登場しないために、陰籠の場面がないという筋書きも、稀に存在する。第二十一部にて、シリーズ初の二時間スペシャルが放送されてからは、しばらくは、 スペシャル版の放送はなされなかったが、第24部にて久しぶりに放送され、28部以降は2時間スペシャルが年1回から3回放送されている。再放送時、2時間スペシャルの場合は、前編、後編に分けて放送される。しかし再放送されるのは、ほとんどが第1話と最終回のみであり、シリーズ途中のスペシャルは、再放送さないケースが多い。また、 過去の作品で現代では放送禁止用語となっている言葉が使われている場合、再放送ではその部分を無音にするなどして対処している。一般に主演、三戸三国役の交代をシリーズの節目として扱うのが通例のため、各部の詳細は以下の個別記事を参照。1995年5月22日から9月4日、第23部と、 第二十四部の合間に、弓カオるが演じる鍵郎を銀を、主人公とする、スピンオフ作品、水戸黄門外伝鍵郎人包丁が放送された。ああ、人生に、涙あり、作詞、山上道夫作曲、木下忠しまた、主題歌の三十部三十二部で使われた、小三夜の橋幸夫、船木和夫、西郷照彦が一人で歌ったものや三十三部のみ、使われた。 原田、郷田が歌ったもの、四十二部十一話まで使われた、東、的場のものは収録されてない。なお、主題歌のカラオケは、第一部十七部の伴奏と三十部、橋幸夫バージョン四十一部で使われた伴奏、三番まで、が収録されており、青い、伊吹が歌った伴奏と、五三んが歌った、伴奏のものは収録さていない。長年にわたり二桁、 視聴率を維持してきたが、2008年10月20日放映会の平均視聴率は9.7%、関東地区、関西地区では10.2%で、1969年のスタート以来40年目で初の視聴率一桁を記録した。さらに2009年8月17日放送分では9.1%、関東地区であった。1シリーズ平均で見ると、 近年は10%台前半になることが多かったが、2010年放映の第41部では9.2%と、シリーズ平均で初めて一桁視聴率を記録した。数字はいずれもビデオリサーチ調べ、本作の誕生やキャスティング等の経緯は文献によって大きく異なる記述がされている。本番組においては、綿密な時代交渉よりわかりやすさ。 ストーリー性の方を重視して制作しているため、要は、江戸時代を表現するという意味で、以下の相違点をはじめ、史実と異なる点が含まれる。現在、第一部第十三部、東野栄次郎主演と、第十四部第二十一部、西村明主演が、Abex Pictures より、第一部第三部は2003年から2004年の間に日本ソフトサービスからも DD 版が発売されている。 第31部第38部、里見光太郎主演が、ポニーキャニオンより DVD 版で映像ソフト化されているが、第22部第28部、佐野浅尾主演と、第29部第30部、石坂浩二主演、及び、第39部第43部、最終回スペシャル、水戸高門スペシャル、里見光太郎主演の映像ソフト化話されていない。 その他には、ミトコ門モン名作戦それの1、歴代の五大黄門作品の中で、最高視聴獲得会を収録。ミトコ門モン名作戦それの2、歴代の五大黄門とゲスト女優、松坂恵子、斉藤恵子、水野美紀、三船美香、佐藤恵里子の共演を収録。ミトコ門モン名作戦、弓ルスペシャル、レギュラー以前のゲスト出演3話を収録の映像ソフトが発売されており、 第23部と第24部の間のスピンオフ作品である、ミトコ門モンガイデンカゲローニンポーチョも2005年にタキコーポレーションゲンオデッサエンタテインメントより DVD 版が発売された。パナソニックドラマシアターネット局も合わせて参照、ないは現在の系列。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。